韓国の発表した韓国型イージス艦に注目を集めているとの情報をキャッチしました。今回は、釜山マスククス2023での韓国型イージス艦を詳しく見ていきます。どこかで聞いたような仕様が目に飛び込んできますが、思い違いでしょうか。またまた。2023年6月7日から9日までの3日間の日程で、韓国南部の同国第二の人口を誇る都市、釜山において、マディックス2023国際海洋防衛産業展が開催され、同国の造船企業2社の展示内容が、世界の海軍関係者から大きな注目を集めた。ここで言う韓国の造船企業とは、HD 現代重工業社とハンファオーシャン社の2社のことであり、前社が2023年3月に現代重工業者社から社名を変更、後社は2022年に大宇造船海洋社から社名の変更を行っている。この HD 現代重工業社とハンファオーシャン社は日本の防衛産業向けの造船企業で、言うなれば、いわば三菱重工業社とジャパンマリンユナイテッド社に相当する代表企業と思われ、韓国海軍の基礎を支える中心企業と言えるだろう。今回の釜山におけるマディックス2023国際海洋防衛産業展の開催は、HD 現代重工業社とハンファオーシャン社の2社にとっても、自国のお膝元での参画という点もあり、様々な新型艦が、コンセプト案も含めて多数展示された。まず、HD 現代重工業社の場合、今回のマディックス2023国際海洋防衛産業展の開催に先駆けて、YouTube 上に記念の動画をアップしたが、わずか1日足らずで、およそ30万回弱の再生回数を記録するなど、関心の高さが伺えた。この HD 現代重工業者が YouTube 上にアップした動画は、わずか3分ほどの短時間のものではあったが、同社が2020年3月に韓国海軍からの受注を勝ち得た次世代型駆逐艦 KDDX が紹介されており、これが大きな反響を呼んだ。この HD 現代重工業者製の次世代型駆逐艦 KDDX は、排水量で6500トン規模の艦体を持ち、韓国としては初の統合電気式推進方式を機関部に採用、ガスタービン機関とディーゼル機関によって発電機を駆動し、大電力の供給を図る仕組みだ。この手の仕組みの艦艇としては、イギリス海軍のクイーンエリザベス級航空母艦が著名だが、機関部の静粛性に秀でるほか、大電力、大電圧が必要な将来の電子兵器の運用も視野に入れた設計であると見さされている。また、次世代型駆逐艦 KDDX には、船体のステルス性能を高めるべく、統合型のマストが採用されており、今年2023年内に基本設計が予定通りに完了すれば、一隻あたりをおよそ1000億円強の予算で、2036年を目途に、6隻の建造が行われる可能性がある。海上自衛隊ヌモが、身型護衛艦の満載排水量5500トンほどには小型ではないため、同艦は、次世代型駆逐艦、KDDX と呼ばれてはいるが、現在の韓国海軍最大のヨムネダ要求駆逐艦が、満載排水量で1万トン超級であることを考えれば、小型化の波は見て取れる。また、HD 現代重工業者は、今回、無人戦力式統制艦と呼称する艦艇を展示しており、これは、その名称が指し示す通り、各種の無人兵器を複数運用することを目的とした艦艇で、未来の海軍戦力を占うものとして、注目を集めた。無人戦力式統制艦は、無人の航空機、水上機艇、潜水艇等の集中運用を可能とするコンセプト艦で、各々の無人機が、
空中、水上、水中における監視、偵察任務を担うものとされ、有人の既存部隊との組み合わせを見合わせ去る目的を持つ。今後の海軍戦力が避けて通れない消費とかと、有人戦力と無人戦力との有機的な統合を示す艦艇として、HD 現代重工業者は無人戦力式統制艦を位置づけており、新たな海軍戦略や戦術の礎となることを打ち出している。また、今回 HD 現代重工業者は、自社が2020年に受注で実施した航空母艦の概念設計を反映させた航空母艦も披露しており、軽空母と評されていた同艦の全長と全幅、飛行甲板の面積を広げて大型化した艦艇を展示していた。これまでの韓国海軍の軽空母構想では、艦載機には短距離離陸、垂直着陸が可能なロッキード・マーチン社製の F-35 ライトニング 2B 型が想定されていた状況だったが、今回の展示から、それは大幅に変更が見られた。まず、その航空母艦の艦載機としては、自国で開発中のいわゆる第 4.5 代戦闘機とめされる KF-21 ポラメを艦上戦闘機化した機体の運用が想定されており、艦載機射出用のカタパルトと着艦用のアレスティングギアを備えたカトバー方式が打ち出された。カタパルトには、アメリカ海軍がジェラルド・ R ・フォード級から採用した電磁式が予定され、これはアメリカ海軍とイギリス海軍とが共同で開発を実施し実用化したゼネラルアトミックス社製のエマラスを想定している模様だ。加えて着艦用のアレスティングギアに関してもアメリカ海軍が2019年からテストを開始した先進着艦高速装置 AAG を視野に入れており、これは従来の油圧及び気圧で動作するものと異なり、電磁気及び水圧を利用する形式である。この先進着艦高速装置 AAG を装備することで、艦載機は従来以上に穏やかな着艦が可能となり、よってアレスティングワイヤーへの負担も減少するため、その損耗や機体への負荷の減少にも期待が持たれる仕組みである。そして、一方のハンファオーシャン社であるが、こちらは旧大宇造船海洋社から社名を変更したことは前述した通りだが、今回のマデクス2023国際海洋防衛産業展においては、HD 現代重工業者以上に近未来的な艦艇の展示を刊行したといえる。まず、ハンファオーシャン社の展示で目を引いたのは、同社が合同火力艦と呼称した艦艇で、排水量は8000トンクラスで、全長がおよそ 150.0 メートル、全幅が 20.0 メートルという規模の艦隊を持ち、現行の韓国海軍最大のヨムネ大王級駆逐艦の規模にほど近い。その艦隊に合同火力艦は、艦前方に国産の VLS、垂直発射艦たる KVLS-1 を48機、中央により大型の KVLS-2 を32機、後部には、さらに、大型の弾道弾専用の VLS、垂直発射艦を15機、そして、後部甲板上には、4機の起立型のランチャーも搭載されている。これらをすべて単純合計すれば、この合同火力艦は、99機の各種の VLS、垂直発射を搭載している計算となり、以前の構想では、排水量で、およそ5000トンの艦隊に、80セルの VLS、垂直発射艦を搭載するとされていたものが、かなり大型化させている。この合同火力艦の現行のコンセプトを見ると、日本の海上自衛隊が、イージスシステム搭載艦として、合計128セルもの VLS、垂直発射艦を装備すると明かしたことを彷彿ともさせるが、今後は、このようなミサイルキャリア艦としての存在は、両国で共通と言うべきなのだろうか。
まあ、韓国の場合、最大の仮想敵国である北朝鮮とは、地続きで接するという地理的な条件下にあるため、万が一の長距離ミサイルの生存性を海上の艦艇に求め、反撃を行う戦力の温存を、こうした艦艇も求めているのだろう。そして、ハンファオーシャン社の展示で、最も注目を集めたと表現しても過言ではないと思われるのが、無人機運用艦と呼称された艦艇であり、HD 現代重工業社の無人戦力式統制艦よりも、さらに奇抜なデザインが特徴的だった。それは、まるで、かつての日本の人気 SF 作品である、宇宙戦艦ヤマトで描かれた、ガミラス帝国の三段空母を思わせるかのようなデザインであり、飛行甲板には、段違いのアングルドデッキが設けられているようにも見えた。ハンファオーシャン社のこの無人機運用艦は、HD 現代重工業社の無人戦力式統制艦と同様に、無人の航空機、水上機艇、潜水艇等の集中運用を可能とするコンセプト艦で、排水量が1万6000トン級で、全長も 200.0m と解説されていた。この無人機運用艦は、航空機、水上機艇、潜水艇等の国産無人兵器多数収容して運用することは無論のこと、自身も電気推進を行う無人艦艇でと位置づけられており、その外観のインパクトは一言では表現しづらい。